やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッとジジネタトークです。こんにちは。今日のお題はじゃん。池田大作名誉会長が亡くなったということでご冥福をお祈りいたします。とともに、その影響、日本に全体への影響とか、政権への影響とか、ね、公明党への影響みたいなのをちょっと占っていこうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法動画概要欄に書いてあります。で、お知らせ一つ。ズバッと叶える手帳というのを販売しています。新月と満月の夜に必ずライブをやっていてですね、そこでみんなで自分の決意、願いを書き込むんですね。で、書き込むことで願いをこう引き寄せて叶えていこうみたいなやつです。はい、ぜひ頑張りましょう。さて、この1日2日、大ニュースばかりでちょっと心が置いてけぼりみたいな、心がついていけない方多くないですか？私ちょっと今ついていけなくなってて、まずさ、カンさんが亡くなってしまって、すごいショックで、ね、ミュージシャンの方が今年、ごめんね、すごい子供の頃の声が出て、もう、そう、ミュージシャンの方の訃報がめちゃめちゃ多いんですけれども、カンさんはもう、いろんなとこに書いて言ってるけど、初めて買った CD がカンさんの愛は傘って歌ってみたでもやってみて、非常に好きだったので、もうショック。そして、羽生結弦さんの離婚。これもね、理由がショッキングで、誹謗中傷とか、まあ、ストーカー行為みたいなので、ちょっと守りきれないみたいな。すごいしんどいね。なんか、日本の宝じゃない、羽生結弦さんなんて。そんな方がこんな悲しい理由で離婚みたいなさ、ちょっと辛すぎると思って、めっちゃショックだし。そして、本日池田大作さんが、ね、なんか、ツイッターとか見てても、もう亡くなってたのかと思ったみたいな。そう。歴史上の人物的な感じだと思ってたみたいな感じの方が多くて、なんか95歳。うん。そう。たびたびね、そう、まだ、ご存命なのかどうなのかみたいなのは、たびたびこう話題になっていたけれど、うん、ついにこう発表になったということで、これはね、すごい影響じゃないかと、相当な人数の学会員の方もね、日本にいらっしゃいますしね、政治にめっちゃ直接影響するからね、公明党、自民党公明党で連立してるからね、っていう、めちゃでかいニュースがガン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 って入っていて。あ、ちなみに、羽生さんは、コミュニティにも書いたけど、あまりに悲しすぎるし、もう、ほっといてくださいみたいな感じでしょ。だからもう、私、過去の羽生さんの結婚とかについての動画も非公開にして、もう触れません。悲しい。はい。で、この占いですが、創価学会会員は増えるのか減るのか。そう、これを機に、やめたいかったんだっていう人が出てくるんじゃないって噂されたりもしてますけど、どうなのか、実は変わらないのか。で、公明党の票はどうなのか。なんか、これ栗みたいに見えるよね。みんな票って書いてんだけど、なんか、栗みたいな票。票は増えるのか減るのか変わんないのか。で、これから大変な後目争いなどの、ね、なんか、すごい争いみたいなのが、始まるのか、いや、ない、なくて、なんかいろいろスムーズなのか、いや、もうすべて終わってのことなのか、ね。で、公明党の今後、あと自民との連立はどうなるか、解消か変わらず継続か、みたいな。これもね、なんかたびたび占ってるけど、あと、現政権への影響、政治目線っていうか、うん、政治家目線みたいな感じで、まあわかるか、政治側の目線、政治目線。で、日本全体への影響、ここでは国民目線みたいな感じで、どんな影響が起こるのか、まあさっぱり予想もつかないんですけれども、なんか影響が大きくあるんじゃないかなと思って、実はないって出るかもしれないしね、そんなに。占っていこうと思います。はい、創価学会会員は増えるか減るか。創価学会の方のオタクって、すごくわかりやすいよね。ポスターが貼ってあるから。あれは、もう絶対ほぼ貼らなきゃいけないんだろうな。なんか、マンションとか貼れないだろうけどね。一戸建てだと、かなり、もう、街を歩けば、結構家に貼られてる
オタクが多いので、わかりやすい。創価学会かな、増えるか減るか。そう、なんでそのポスターの話をしたのかっていうと、創価学会員じゃなくなりましたみたいに、ポスターがこう、なんかこう、剥がされて、なんかなくなってるみたいな、ポスターがなくなってるみたいな家が、これからちょっと出てくるのかなとかね、思うかなと思ってそんな話をしただけです。はい。増えるか減るか。審判。減りそうはないかな。うん、ズバッと出ました。減らないと思う。なので私が想像したこの家ポスター貼ってあったのにみたいな家が、貼られなくなっちゃったみたいな家が続出みたいなのはないかな。はい。で、公明党の票が増えるか減るか。これはね、選挙に直結するのでね。でも今、会員数が減らない感じだったから、これも、むしろ増えんのかなみたいな、今の強めのイースだったよね。審判のカードの。ああ、やっぱ、変わらないか、ズバッと出ました。うん。なんなら増えるか変わらないか。減りはしない、どっちも。減るはない。減るはない。増えるか、同じか。いいカードが出てるので。増える、いや、なんか人口も減少してるから、増えるっていうのはあるのかって思いながら。うん、まあでも、減りはしなさそうです。はい。これから大変な、こう、後目争いなどがある、ない、終わってる。幸福の科学もどうなったんだろう。どうなったんだろうね。多分長くあそこは続きそうだよね、争いがね。あれは違うか、遺産の争いか、なんていうか、うん、あそこだ、なんかちょっと違う気がするけど。1,2,3,4,5,6。はい。ある、ない、正義が出たよ、終わっている。あー、決着済みですね、多分ね。ズバッと出ました。これはもう、これからはないと思う。もう終わってるが、すべて済んでると思います。そんな気がしました。はい。で、公明党の今後、ケルト十字で、公明党の、党の今後、創価学会の今後っていうか、党にしますね。あ、今すごい、今現在めちゃハッピーなカードが出てる。ズバッと出ました。若干、今後、不安定要素、ね、なんか水のカードが逆向いたり、カップの7、迷いとか、なんか不安定とか、なんかちょっと揺らぎのカードは出てはいるものの、基本的に、そんなに悪い影響はないかな。うん、ちょっとそのさ、なんだろう、信念はず、強く、なんか変わらない気がするんだ。ソードのエースが出てるから。なんか、こまごましたところで、何か方針どうするみたいなのが、なかなか決まらないとか、そういう、一旦迷いとか揺らぎみたいなのが今後出てきて、なかなか決まらないね、みたいなことはあるかもしれないけど、公明党自体が、例えばね、公明党がなくなるとかさ、公明党が分裂するとかさ、そんな大きな事件はなく、そうね、行くと思いますよ。今すごい祝福のカードがめっちゃ出てるの、カップの3とバンドのよ、みたいな。もうこれ祝福だらけよ。何をこんな喜んでんだろうと思って。そう。女強子は誰、そして。何なんだろうね、この賢さのカード。なので、まあ、とりあえず、公明党の今後、揺らぐってなんか考えがね、なんか考えとか、決め事とか、どうするみたいな、うん、何か決定することが、揺らぐとかはあるけど、でも基本、安泰みたいな感じで言っていいんでしょ、いいんじゃないでしょうかね。うん、そんなに悪いカード出てないですよ。カップの7もね、迷いのカードだけど、なんか選択肢がいろいろあってどうしようかな、迷っちゃうな、みたいな。そういう
感じなので、うん、基本反対かな。で、自民との連立はどうなるか、変わらないのか。いや、解消しますって誰か、ね、後を継ぐ方が、自民党とはもう縁を切りますみたいにね、言うかもしれないじゃん、わかんないけど。私たちは、ね、独自の道を行きますみたいなさ。はい、連立はどうなる？硬そうだね。固定だね、恋人。タワーは出てる。ああ、でも、ああ、なんだろう。ズバッと出ました。へえ、なんだろうな。告知は壊れるカードだね。なんだろう。どういうこと？どういうこと？どういうこと？連立はどうなる？完全にこう壊れそうなカードと、もう仲良しいな。絶対壊れません、みたいな。両極端なカードが出た。で、大佐不中手に死神。なんだろう。大佐不中手に死神。ここで、このタイミングで、もう連立解消しますみたいなことを言わないと、もう二度とこんな、チャンスって言ったらあれだけど、こんな機会ないよみたいに言ってんのかな、タロットさん。なんだろう。タロットさん解消しといた方がいいよって言ってんのかね、これ。なんだろうね。死神。ちょっとこれは、分裂しないって言ったけど、どうなるか。連立続けたい勢と、解消したい勢が真っ二つにこう、それは分かれてる、分かれるかも。これは微妙だね。ほんとなんか、半分、50% の確率で、曖昧勢がいないんだよ。するか、する、しないの。連立する、しない。絶対する、絶対しない勢がこう、パーンって分かれるみたいな感じがする。でも、党としての今後は安泰なんだよな。なんだろうね。ちょっとここは難しいな、読むのが。結構こう過激な、今の連立は過激なカードが出たね。はい。で、現政権への影響。政治家目線。岸田政権ってことですね。岸田政権への影響。政治側の目線で、政治家たちの目線で、今の政権がどうなっちゃうのかみたいな。つい一昨日くらいに、昨日か一昨日にポスト岸田について占って、それ先にアップしようって思ってたけど、こっち先かな。ちょっとね、うちのニュースの方が、なんだろう、大ニュースだよね。ね、なんか、公明党といえばなんか、あれは高齢者とか、ね、弱者にお金をこう、配るイメージがあるけど、このね、配るカードが出たな、対策注意点に、と思って。タワー、ズボッと出ました。タワーが出たぞ、おい。大丈夫？なんだこれ。ショアルカナも入ってのタワーだからね、最終結論。現政権への影響。池田大作さん、さんじゃないね。さんは失礼。池田大作氏が亡くなると、どういうピタゴラスイッチ的な感じで崩壊になるんだろう。恐れのところに、ワンドの剣が逆向いてるよね。今かなりこの瞬間、衝撃よ。かなり、なんだろうね。マジシャンの逆。騙されてたなのか。なんだろうな、これ。そうだね。すごい、こう、激震が走ってるね、今ね。で、近い将来は備えるカードが出て、立場と環境はいいんだけど、なんかこの大変な中でも、なんとかこう、ね、やり方を見つけて頑張りそうだけど、最終的にタワーが出たよ。池田大作氏の存在がそんなに、タワーのカードをこう、ここにもたらすほどの影響力があったのかと思うと、ちょっとすごいね。とりあえずなんか崩壊を招きそうな、すごいね。対策注意点は、でもなんだろう、でも、連立はどうなる？
ああ、やっぱその、するしないが 50% くらいに、こう、強烈に分かれてるのがなんか影響するのかな。やっぱしませんみたいな感じなのかな。ええー、ね、その可能性あるね。対策注意点に、これ、多分、公明党がやってたように、弱い方々にね、これ、そう、困窮してる方々に、こう、平等に配ってるのよ。でもこれ、平等なんだよね、天秤をちゃんとかけて。誰か特定の人に配るという、なんか平等にこう、人にちゃんと助けなさいみたいなカードなの。そう、タワーが出た。びっくり。びっくりじゃない。で、日本全体への影響、国民目線です、今度は。こっちの方が大事だけどね。国民一人一人の生活に。池田大作氏の死がどのくらい影響するのかみたいな。多分私はこんな時事ネタを YouTube で取り扱うようにならなければ、今までの人生通り行けば政治とかには全く興味なくのほほんって生きてて、池田大作氏が亡くなった。ふーん。へーくらいになんか、多分、はこう、うん。へえ、で、みたいな、うん。へえ、それが何みたいに多分ね、生きてたと思うんだけど。こうやって扱うようになったので、なんか、ことの重大さみたいなのが、ようやくわかるようになりました。はい。YouTube ありがとう。YouTube ありがとうっていうか、なんか、国民でしょ？国民。国民にとっては今何の動揺もないね。安定してる。ズバッと出ました。ああ、過去を乗り越えるカード。国民にはそんなに影響ないかな。なんか お金に関して無計画な感じが、無計画、うん、無計画さみたいな、無謀無計画みたいなカードが環境に出てるから、政治が、なんだろう、政治家側がに国民に対してなんか無計画なお金の使い方でもすんのかね。あと、なんだろう、これ政府が信頼ならんなのかな。法が逆向いてるので、なんらかのこう政治不信なみたいなのは生まれるかも。やっぱタワーが出てるからね。なんかこう揺らぐこと、政権がかなり揺らぐってどころか、なんか崩壊すんじゃないかみたいなのを我々は目の当たりにして、なんかその辺に対するなんか不信感でも、なんか信頼のカードと不信感が両方混ざってんだよね、うん、信頼はしたいけどなんか信じられないみたいな、そういう複雑な気持ちを持ちつつ、でもまあ過去を乗り越えるみたいな感じのカードが出てるので、国民自体にはそんなに悪い影響がないっていうか、むしろなんか悪魔の逆だしね、悪循環の解放よ。連立解放され、解放じゃない、解消されんのかね、これもしかして。それは大事件だわね。もしかしたら。もしかしたらっていうか、解消されたら大事件ですよ、それは。だって、ね、当選しなくなっちゃったらさ、じゃあどこ、何党が政権取るのみたいな話になってくるじゃん。でも、国民にとってはその鎖が断ち切れて、よかったね、みたいな感じなの。切れた方がいいのか、国民にとっては。これは連立怪しいね、かなり。何がどう働いてかは私は知らないけれど、その内部の人間関係とか何が起きてんのかなんて全くわかりませんけれども、とりあえず創価学会の会員も公明党の票も減ることはないです。減るはない。増えるか同じか。安定してます。ここ安定。で、これから大変な跡目争いなどはもうすでに終わってます。と思います。で、公明党の今後は基本安泰です。だから この辺はね、安泰なのよ。うん。安泰。そう。で、問題はこれね、自民との連立と現政権の影響、ここタワーだし、なんか日本全体への影響も悪魔の逆が出たから、なんかこう、縁が切れんのかなって思ったら、こう、連立がもしかしたら解消される可能性は、ちょっと総合的に見ると高めかもねって思って、ドキドキみたいなね。
うん、アーニャドキドキみたいな。こんな感じでした。いかがだったでしょうか。はい。では、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。